東京お台場の海の上に20日から設置されていたパラリンピックのシンボルは、今日午前撤去されました。長さ23メートル、高さ17メートル、重さ94トンの鋼鉄製で、都は今後、素材を再利用して有効に活用するとしています。